今日目がちょっとね腫れ気味、許してヨネピさん、ナズさん、初見さん、ありがとう。こんにちは。パグラドさん、ハート100個ありがとう。 D3 さんもハート100個ありがとう。うん、初見です、言いたかった、ありがとう嬉しい。昨日いなかった人、あ、そっかそっか、夜更かし、いや夜更かしはね、いやでも12時ぐらいに寝ました。ケーキは食べ終えてはなかったけど、そう、通り部まだ見てない。今日ね、今日のこれが終わってから Hulu で見ますなんか影になっちゃうね、こっちに行くと。どうしたらいいんだろう、引きで行ったらいいの、ちょっとよくわかんない。学校帰り感学校帰りじゃない。今日は何を作るの、作らん、今日作らんのよ。フォロワーさん1200人超えたね。あー、全然ね、ちょっとね、配信することしか考えてなくて、ね、嬉しい、ありがとうございます。皆さん、なんでこんなに可愛いのにやめちゃったの。いやー、そんなそんな種、うん、いっぱい種ありがとう、みんな。こんにちは、こんにちは、たつんさん、初見さん、いらっしゃい。高校入試受けてくる頑張って、多分すぐ入れる。なんか今日目元メイク変えた、うん、なんだろう、なんか今日薄め、なんか、うん、薄いかも。あとね、なんかよくわかんないけど、寝たらね、二重が、こっちの二重がね、なんか狭くなった。腫れ気味です、目が。ハート100個、すなたんさん、ありがとう。アップさん、こんにちは。今日も顔が天才すぎる、うれしい、そんな、もう頑張って、頑張ってというか、すっきりした感じ、何それ、ほらしましたスカートも制服ですか。でもね、スカートはちょっとね、あまりね、良くないかなと思って。これはね、違うんよ、そのあれじゃない、そう、学校のやつじゃない。そう、お目目が腫れました、悲しい。うん、またカラオケ配信したいと思います。でも今あ、そうだった、充電、危ない、充電がねあまりないので、多分1時間ぐらいしたら、あ、そう、私ね、エアポッツじゃないんですよ、普通のイヤホンなので。まあ、私時代が遅れてるのだからまだ無理なんです。そう、おろしました、ありがとう。おちゃっきーさん、元気、元気です。なさん、惚れ直すかな、惚れ直してほしい。この役、いやもう、ポカリポカリの CM 出ようか。ポカリの T シャツのパジャマずっと着てる、私今でも着てる。小5の時からずっと、ずっとっていうか、それをずっと着てるわけじゃないけど、ずっと使い続けてます。ポカリの CM あったらオーディション受けてみよう受かるかな。ポカリの T シャツを何年間だろうね、5年生からだから、いつ、どんぐらい、 5年生って12歳とか、5年間私はポカリの T シャツを着てきましたよくない。マイキーと埼玉はどちらが強いですか。まあそれはちょっとね、でもね能力がさ、できないじゃん、その通り部では。だからちょっとね、そう、インスタ上げようと思う。なんかすごい迷ったの、どれを載せればいいんだろうと思って。だるま100個ありがとう、かまちゃんさん、イヤホンすぐ、そうなんだよね。みやちゃん、こんにちは、初見です、ありがとう。こうちゃん、ありがとう。バットちゃん、こんにちは、こんにちは。チホナーさん、暑いけどね、そう、暑いね、最近暑いよ。でも今日はね、外出てないんです。日焼け最近も絶対したくないと思って。私が好きな感じはもうなんか全然もう真っ白
真っ白って感じなので真っ白になります。遊びに来たよ、ありがとう。物持ちいいよね、めっちゃいいよね。でさ、このさ、私さ今日気づいたんだけど、なんか立てるやつ、スマホスタンドがあるんですよね。前髪めっちゃ綺麗、ありがとう。言うて5年ぐらい、5年か、そうか、うん。で、あれなんですよ、スタンドがあって、それ実はめっちゃ使ってる私、多分もうね、どんぐらいだろう、5年とか使ってます。10歳か11歳、あ、そうなのかな、じゃあもう7年とか6年やってるわ。東京でアイドルしてください、わお。くんちゃんフォローしました、ありがとう。すげえね、すげえよな、大塚製薬さん。お願いします、お願いします。前髪伸びたね、そのちょっと伸びたかな。でもいつもさ、皆さんがさ、どうせさちょっと切ってからさ眉毛とさ眉毛ぐらいにしたらさ眉毛つながって見えるよとか言うけんさ、私はもうそんなことはしません。おこもりしたいんだけどね、なかなかね、ちょっとなんだろう、学校とかあるとさ普通に自転車行くじゃん、もうさその時点でもう終わりなんだよね。だからもうちょっとね、もう頑張って引きこもりたいんだけど引きこもれない。そう、焼きたくないんだけどね。おかわり、フォローしたアローさん、ありがとう、ありがとう。タンカランダ、そう、白いからなって、焼けたんだよ私、本当に。結構紙コップなん、そう、紙コップ、ウォーターサーバー、美味しい。投げちゃいました、ありがとう。マメッチさん、エイサクさん、こんにちは、こんにちは。制服リアル、いや、うん、違う、さすがにちょっとリアルのは良くないと思って、違うの、チラって、ありがとう。チラ、日焼け止め塗ってね、そう、塗る。日焼け止め何を使ってますか。何だったっけな、あれ何たんなんだろう。なんかいろいろ使ってるんだよね、いろいろ使ってる、今までとかもいろいろ使ってるから、なんかこれっていうのがまだなくて、見つかってなくて。そうだから、蓋が黄色くて下がなんか白いやつなんかあるんだよね。久しぶり、スーさん、ありがとう、いつもショールーム来てくれて、原点のパフォーマンス嬉しい。物持ちいいでしょ。今日の夜配信も何か作って、作りたいな。なんかさ、でもそしたらホットプレートとかじゃないと作れないかも、ちょっと考えておこう。そうなんだよ、影ね。ポメ兄さん、兄さん可愛いで、ありがとう、嬉しい、ありがとう。ほほ、ルームに入って制服姿がすごく可愛くて、笑顔もすごく可愛い女の子だな、嬉しい、そんな、もう嬉しい。もう嬉しいです、私は。なんでだろう、すごく枯れる、ツインにしても、本当にね迷ったんですよ、ポニーテールにしようかツインにしようかおろしにしようか迷って、なんかまだね時間は全然あるので、夜もやるんですよ一応。この配信は3時までやるので、もしあれですよ、なんか用事があるとかあったら、ぜひ抜けてまた来てください。したら3時までしたら、そっから19時から今日イベントが最後なので22時まで、最後までしたいと思いますので、はい。こんがりやだよ、フォローしました、ありがとう。黒髪さん、ありがとう。わ、金メダル嬉しい。そうなんだよ、ありちゃんのインスタね、パルトが招待したね。どういうこと、招待って何、今日むくみがすごいな。飲んたんで。ショカくんのこぎりくわが違うわ、別にそんなに意識しとらんわ、そこらへんのなんかあれ、虫もいいんだけどね。みっこって嬉しい、初見さんありがとう。のびはらさん、あ、かびはらさん、えんさん、シーブリーズ、あ、シーブリーズ
知らない、シーブリーズかは分かんないけど、すごい青春だよねシーブリーズって。なんでなんだろう、バカタカツイみたい。これからも話ぜひ。あ、細い三つ編みね、三つ編みしていいね、変えてこどんどん。坂本選手をホームラン、すごすごすぎる。長時間配信、そう、ん ?14 時、私14時って書いてた、あれ14時って書いてた、あれ私間違えたかも、やばい、どうしよう。フォローしました、ありがとう。マリナみたいな JK になりたかった。そんな、もう私みたいな JK になってもね、もう何も変わらんよ世界観、何も。もうね、ただただ学校に行って、もう女の子とちょっと話して、もうそんな感じ。もう男の子ね全然話さん、なんかもうね話しかけられることもないし話すこともないから、ほぼ女の子とずっと話してる。ツッコミが鈍い、そう、ちょっとねキレが悪い今日。イエローキャップさんありがとう。勉強配信は次もする、でもテスト一回終わったからね、もう私はちょっとねもうやらないよ。やらないよ。マジか、14時って書いてたんだ、そっか、フォローしましたありがとう。誰さんだ、ちょっと待ってね、誰さんだ、神奈川のトラトーさんありがとうございます。クラスにいたら緊張するわって、うん、もう全然緊張しないで、動物読みでいいよって。あ、そうなの、あ、カビケン、カビケンか、カピピピカピケン、いやそんなことはない、話しかけるなオーラ。話しかけるなオーラはね出してないんよ。いやでもさ、やっぱさ、なんだろうね、あんまりさこう、な、本当にでもなんなんだろうね、私は話しかけられないんだよ、なんかもうだから自分から行くしかないんだけど、うん、なんなんだろうね、昨日よりも白くなった。え、でもなんか若干、なんなんだろう、でも照明かな、照明の加減でした。てかことでしょって、全然面白さ、大丈夫よ喉持つ、通知来るようにフォローしているか試しにかかったのか、アリーナ、うんうん。こんにちは、こんにちは、太郎、もた相馬さん、相馬太郎さん、 JK 毎日ちょっかい、わお、初めてコメントしました。おとさん、ありがとう。おと、もと、カモン。これからも配信ありがとうね。実際は話しかけられたいん。いやー、特に、ほんと特に話すことがないけんね。それはそれでなんか悲しいんだけどさ。それはね、話しかけづらいのかな？そんなことない。いやでも私でもね基本ねどっちからというと話しかけづらいタイプの人ではないと思ってたんだけど、どうなんだろう、わかんないや、わかんないや、金の花のか。私結構話しやすいと思うんだけどね。いやーもうそんな美少女とかそんな、なんかの委員とかしてる、あのねちょっとね、あのね、そういうのがないんですよちょっと、うん、悲しいことに。マリーナ人見知り、あーでも人見知りはねそんなにないかも。一人でご飯、いやちゃんとね友達と食べてます。そう、金にゃんさんこんにちは。猫丸は日向ぼっこしてるの、え、私隣に連れてきてるの、私の抱き枕、猫丸、ああ、うん、幸せ、幸せ、もう本当に
ミカニャンが話しかけづらいとのと一緒でもいやー、ミカニャンはもう、ミカニャンはちょっとやばいって。ミカニャンはね、みんな見たことある、本当にやばいからね。もうあの可愛さと輝きと、なんかもうね、もうオーラがわかるの。なんか白い、肌が白すぎて、なんか本当になんか、え、 CG みたいな、え、そこに CG のなんか、もしかしてなんかイベントやってるみたいな感じぐらいの、もう美少女オーラと、もうそのなんかね、画質がいい、なんか存在の画質がいい、めっちゃ。そう、びっくり、私びっくりしたもん最初。こんにちは、こんにちは、ともあきさん。ずっと見ていい、あ、見られることもないね、多分。フォローします、ありがとう、嬉しい。自然の、そうだな、自然の効果やな。男子校だったから女子に話しかけるの、あーでもね、やっぱそういうのあると思うよ。うん、せいのさん、こんにちは、こんにちは。初めて見た時はこの人、あー確かにね、それある。今日は日本バスケ男子の運命を握る試合が13時40分から、え、随時報告して、随時、あ、ひろあかん見なきゃね、そんなの。よっマリーナ、よっマリーナ。ひろあかね、8月の6、6日に映画があるので、それを友達と見に行きたいと思います。そうでね、私ね、そのあのね、その友達っていうのが、私が何歳だっけな、小学5年生から6年生の時に、ダンススクールってほどではなくて、まあ、ほんと少人数であったダンスがあったんですよね。でそこで、一緒に行ってた子、一緒のところに行ってた子がいて、その子と一緒に、映画見に行きます。しかもね、しかもなんか、その子とその映画を見終わって、その数日後ぐらいに、学ランを着て、よくあるんや、ちょっとね、最近のね、最近の子はよくあるんよ。学ランを着て、なんかね、そのね、推しのうちわを作ってプリクラを撮るっていうのがね、なんかやっとるらしくて、そう、なんかね、だからもう私は佐野万次郎って書いて作る。だから作ったらみんなに見せるね。マリーナに話しかけて微妙な空気の、あ、いやでもね、私ね、私本当にね、話しかけられたらもうね、嬉しすぎて、もう多分すごいテンション上がって、自分がめっちゃ話しかける。なんかもう、ええみたいな、あ、嬉しい、ありがとうみたいな。きっかけ大事だね。そうなんだ。こんにちは。イメージ変わったもん。いや、キャッチフレーズはちょっとまだね。通知に襲われて今日もやってきました。わ、DJ 太郎さんありがとう。チュクチュクチュ。やこまれた。やばい、全然追いつけてない。ピックさん、こんにちは、こんにちは。ありがとうございます。あー、1000人超えとる、ありがとう。友達おるよ、おる。でもね、高校違うんですよ、その子。そう。だけど、高校2年生なんです、その子が。1個下で。だから、1個下の子を連れて映画に行きます。え、困る場所変わって、なんで？人見知りなくなった。まあね、若干でも人見知りな部分あるけどね。なんか、すごい緊張するよね、でも、人と会って。なんかね、いろいろと考えちゃうの。え、どうしようかなみたいな。え、これってあんま良くないかなとか、なんかいろいろ考えちゃって、ちょっと気使っちゃうのね、自分の中で。気使えてるかは別として、そう、めっちゃなんかいろいろと考えちゃうから、そう、だから考えなくていい人がいたらいいなって感じ。テンション上がっとる。そう、マジで存在の画質がいい、めっちゃ。存在の画質流行るかな、この部分。流行らそう、流行りしましょう。え、本当に私 NMB さん行こうかな、ちょっと迷ってる、本当に。ミカニャンに会いに。そう、でもあんまりね、話せたことがなかったから、まあちょっと、ほっとちょっと、ほっとちょっと話したぐらいかな。だから本当になんかもう、
でもそんなね、こんなもうこんな美女でいけねえよほんまに。そうでも HKT さんもなんか普通にね、普通にライブとか行きたいな。3G、 あそう15時までありますよ。うん、話しやすかった。へえ、こんにちは。バスケ興味あった。え、でもバスケね、実はいや本当よ、でも自分5年生の時に勧誘を受けて、その私の友達ね、その時仲良かった子がなんかバスケやってて、だからね1年ぐらいやってた。でも全然もう覚えてない。そうそう、山本美香奈こんにちは。クーカノンさんこんにちは。人見知りじゃん。でもこれ合ってないけんね。みんなこんにちは。川さん、山田葵さんこんにちは。制服かわいい、嬉しい。制服基本小5にいろいろあった。確かに小5って結構ね、私の中であれかもしれない、あれかもしれないって何なんじゃろうか。初見になってるね。なんか初見じゃない人もね、初見に、うん、初見じゃない人、結構前から見てくださってる方とかも、やっぱね昨日から始めたから。こんにちは。かぐや様の実写、そんなね見に行くに決まっとるやん。私もう本当にね、もうなんかね実写がね決まった時にね、もうとりあえずもうこれはね、もう見に行かなければみたいな。なんでだと思う、なんでだと思う、みんな、なんでだと思う。東京リベンジャーズも見るの、あ、私見た、通り弁見ました。ん、見ました、映画のこと。映画私見たよ、実写。とりあえず今漫画もアニメも見てる。あ、昨日のはちょっと見れ、昨日じゃ、うん、昨日のか、昨日のは見れてないけど。そうやばい、なんかちょっと待って、ごめん、コメントがフィッシング。イメージが違う。マリーナのダンス、あ、踊りたいな。ゴキ応募してください。わあ、どうすん。昼寝より私の配信かかってる、嬉しい、ありがとう。確かにね、そうだよね、でも拾いたいよね、いい傾向ね、嬉しい、フォローしました、ありがとう。その辺にいたらいいの。いるよ結構その辺にいるけどね、私の地元本当にね、若い人ね、あんまりいないの。だからね、なんか何なんだろう、なんかみんなどこいるんだろうって感じ、分からない私には。飛ばしながらで、本当、じゃあちょっとあのなんかね、あ、13時21分、ありがとう教えてくれて。そう、いろいろ考えちゃうんだよね、普通に似とる。いやもうね、映像ね通したで、もしかしたらちょっともう1ミリぐらいは似とるかもしれんけど、直であったら本当にね、もうね、もう見れるもんじゃねえ、見れるもんじゃねえよ。ショールームやってたんだね。そう、昨日からやってるんだ。親戚って言ったら、でも親戚かもしれんよ、だって山口やもん。アバター変えてきました、わー、ありがとう船押さん、ありがとうございます。そうなんだ、バスケちょっとだけね、バスケちょっとだけやってたんですよ。そう、身体能力はね、どうなんだろうね、でもボール系あんまり苦手なんだよね。マイキーが吉田で、違います。私もうね、マイキーは本当にもうマイキーの存在が好きなの、マジで本当に。もうマイキーのあのねちょっとね、マイキーはね、何がいいってね、わかる、もうマイキーちょっとね、色気がすごいよあの人本当に。そう、カンナちゃんがいるから、そうなの、カンナちゃんが出るから。マリーナちゃん、そう、マリーナちゃんありがとう、気づいてくれた。そう、見間違える、いや、そう、昨日さ、アリちゃんがさ、通り部見たみたいな言ってた、見たって言ったら、あーってなって、ハート100個ありがとう、しんさん今日も可愛いな、大変嬉しい。ペイトリオッツは今季 B3 リーグ参戦する、おお分かっとらん。ドラケン推し、あ、ドラケンもいいよね、ドラケンもいいよね、分かる。メイクノイズ自分さ、マストビーナーとさ、かぶるんだけど、あ、これか、
ドゥンバーンダンチチ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 ブルーライブ、おいいね、2期生、2期生さん、私さ一回さ辞めてから一人会ったんですよね。誰だと思う？後輩メンバー、さやかりん元気かな、レイさん、そうなんだ、いいよね、かわいいよね。配信始まったそう。うわ、ちょっとだけ上行くね、ごめんね。クーラーつけてる。誰、原田さん、あ戻った。誰だと思う？あ、ポニーテールしてたんだ。やよちゃん、まゆゆ、え池田ちゃん、アルファートさん、こんにちは。あいこじ、正解はですね、正解はあやパンです。っていうのもね、ちょっとさ、ええあやパンと、え仲良かったのみたいな。でもなんかあやパンとはスタジオで一緒だったんですけど、なんかね、あのね、会ったっていうのはちょっとね、あのごめん、ちょっとあの言い方が悪く、いや悪くない、だって会ったもん、ちゃんと会ったんだもん。あのねあやパンとあの一瞬ね、一瞬なんだけど、あのね、そうボイストレーニングにね行ったのね。したらなんかちょうどあやパンが終わって、で私が待ってたの、あやパンの次で、だからえみたいな、わーみたいな感じで会った。そうそうなんだ外出するわ、外出そんなせん人じゃないしD3 さん、あと500個ありがとう、突破ありがとうございます、餅ついてよく合わせとそう、マーボーさんお疲れさー、マーボー食べたい、マーボー、マーボー、マーボー、何を話した、何を話したっけ。なんかね、え、マリーナさんと会えてよかったですって言ってた、嬉しかった。こんにちは、ウィッチさん、こんにちは。そう、もうあやパンはね本当にいい子よ。もうね、私なん、もう初めまして、ありがとう。もうね、めっちゃ良い子よ、ほんまに。もうあのね、あのね、何なんだろうね、あの子は本当にね、もう私めっちゃいい子だなと思う、仲良くなれそう。 Nice to meet you、 よからせ。そう、写真撮らなかった、そう撮らなかった。可愛くない、あやパン、あやパンさ可愛いのにさ、可愛いのにいい子だし、どうするほんまに分からん。マイハと一緒に勉強しましょう。え、マイハなんか勉強頑張ってるよね。パンちゃんとマリーナの組み合わせ、そう、性格いいよ、もうめっちゃいいよ、ほんまにめっちゃ弱い。ヒロアカトークしてほしかった、わー、アンナちゃん好きだったんだ、知らなかった。万が一マリーナを見かけたら話しかけてもいいの？うん、まあまあどうなんだろう、まあうん、まあうん、まあちょっと話しかける程度なら全然。でもわかるかな、私な、もうね、多分もうなんかもうどうなんだろうね、私ってわかるのかな、よくわかんない頑張ってるよね、しゅうさん、こんにちは。ハート先行はありがとう、嬉しい、ラビュー。私ハートのこと大体ラビューって言うんだよね、何がラビューなんて感じやけど。ああ、ありがとう、持ちよしと50カウントお届けしました、ありがとう、嬉しい。ウィッチさんありがとう、話しかけても逃げません。爆豪推しだって、わー、私デク君推しなんだよね、うわー、いいよね。もう一緒に映画見に行こうかな新幹線後ろにみちゅいた、やば、めっちゃ緊張するやん、そんなん。え、心のプラカード、プラカード渡して、じゃあ心のプラカード、オーラ消すの得意そうオーラあるかな、ちょっと引っ張り出して、この時
気配消してるの分かんないな、どうなんだろう。写真撮影、あでもね、写真撮影はちょっとあれかもしれんけど、そう後ろ姿、合わんじゃろうね、芸能人とかね。みかにゃん髪が長い可愛い子が好きだから、本当に顔面強くて強い。でもね、私ね最近ね服装が、あのなんか私どっちかというとなんかいっぱいなんかいろいろ飾ってあるものよりはなんかあの私服がね、あの衣装とかは別だけどよりはよりはあの普通のなんかちょっと無地とかあんまりシンプルなのが似合うんだな、似合うんだなって、なんか似合うっていうのがなんか変だけど、あなんかそっちの方が合ってるんだなって思った。緊張して、そんな嬉す嬉すチキンだから、いやそんな明るい、そう明るいよ、心臓に悪いでも確かに、でもあんま話しかけられたことっていうか、多分やってた時で2回も、3回ぐらいかな、言うて。すごくない？すごない？こんにちは、こんにちは。ファイズさん、ありがとう。はじめまして、はじめまして。両国さん？なんでも似合う、嬉しい。あ、ポンポンさん、こんにちは。すごい。ココア見かけたことある、マジか。マジか、すごい。ワンピース系、ズボン系、私はね、なんかよくわからんね。でも本当に時と場合によるよね。なんか今日は可愛くしたいなって時はワンピースとかだし、でもなんか今日はなんかもうラフで、もうなんかもう何なんだろうな、なんか本当にもう別に何も気にしませんって時はなんかズボン履くし、ちょっとよくわかんない。私も14時になったらあの髪型変えたいと思うので後でアンケート取るね。鼻が違う、そういう意味じゃないで、そういう意味は捉えんで、そういうことじゃない。えりもさん、マリアちゃんだって、嬉しい、ありがとう、気づいてくれたなんて。足早に足早に歩く姉ね、まあ確かに、あーねね、姉早いかな歩くの。メンバーだと逆に話しかけ、どうなんだろうな。あやぽんさん、こんにちは、こんにちは。その日何か起きそう、どういうことや、話しかけよう、ぜひ。マリーナがプロデュースした帽子使ってます。嬉しい、ありがとう、嬉しすぎる、ありがとうございます。そっか、夏だからね、この時期使いやすいよね。オーラがすごすぎて、もうあのそう捉えておくわ、そう捉えておく、そう捉えておいた方が私的になんか嬉しいあプライベートどうなんだろうね、もうそこら辺はもうご自身の判断でお願いします天使さくらさん、かわいいって初見さん、ありがとうございます、嬉しい。京都であかりん、すごい、1ヶ月前かな。私でもあんまりメンバー見かけたことないかもしれない。帽子にリュック姿、おおいいじゃん。普段どこでお洋服買ってるの？お洋服ね、ほぼねあんまり買わないんだよ、なんか何なんだろうね、私ねあんまり買い物とか行かないんだよね。だからどこで買ってるだろう、基本お母さんが買ってきたら、あこれいいなって思ったら着る。そういうとこ、本当にそういうとこ、マジそういうとこだと思う。そうだからさ、あんまりわかんないんだよね。なんかさ最近の高校生はさ、なんかちょっとさなんかブランドみたいなあるらしいんよ。見てこれね、そうなんか私結構でファンの人から使うもの使ってて、この前いただいたんですよ、多分いると思うけど、ありがとうございます、使ってます。そうありがとうございます、めっちゃねツヤツヤするかわんわけじゃないよ、かわいいって、ありがとう、嬉しい。これめっちゃ甘い匂いがするの、わかる？甘い匂いした？オーディションの時から、ありがとう、嬉しすぎる。
何でも似合うってことやね。そういうことやね。おちょちゃん、おちょちゃん会いたい。こうこちゃん、確かにこうこちゃんの最近のジャケットなんか違うよね。こうやって、おー、うん、あ、なおやさん、おひさん、おひさん、友達と買い物に行ったりしない。あ、はい、わかった、わかった。グロス入りなんかツヤツヤする、なんかツヤツヤする、すごい。なんかね、でこれお高いよね、本当に。もう帰ってみよう。はず、なんかはず。受け付けてくれてるの。なんかね、あのね、一回そのイベントをね、個人的にやらせていただいたんですよ。イベントに出させていただいた感じかな。で、その時にいただいたんですよ。またね、あのイベントあるので、ぜひインスタの方に載せてるんですけど、一応ね、口で言うと9月の4と5に小野田サンパークでね、の2階であるんですよ。で、そのまだね、その URL とかが貼れてないので、そこら辺はまた報告したいと思います。あと9月の26日は、あの片添ヶ浜で、山口県の片添ヶ浜で、ちょっとだけ出させていただきます。だからその都度都度にプレゼントを、多分もしいただけてたらもらう感じになると思います。あ、2000人の方ありがとうございます。仕事に戻ります。めぐみさん頑張って。最近の、違う、今ツイッターは見てないの。いや、なんかそう、今までというか、でも昨日見ました。いっぱいなんかね、なんか載せててくれて、そういっぱい見ましたよ。買っとこ。配信切り替えます。はい、すごいすごい。あ、プロジェクターってなんかさ、あの映すやつだよね。すごっ、ふむふむって。インスタのショールーム、インスタの、あ、そんなことできるんだ。わかった、ありがとう。ちょっとはっつけてみる。 URL、 あ、なんかあのあれよね、 URL のさ、読み取るやつか、あれを貼ることができるんだね。すごっ。早速、いや本当にね、なんかあのあれよ、マジ本当にね、マジとか、なんか今時出ちゃった。本当にあのなんかね、皆さんのおかげというか、なんかもうご縁でしかないんだよね。うん、それこそお母さんがなんか本当に、あの職場の人がなんかちょっとだけ出てるみたいな感じであって、そう、山口県のね、だからそれでなんか出してくれませんかみたいな、え、それって出れるんですかねみたいな、全然なんかどれでも出れるよみたいな感じで、で出させていただいて、でその中でその出会った今西裕太君っていう、すごいもう見た目が女の子で、もうアイドルの曲をやってる方なんですけど、その人がの生誕祭なんですよ、9月の4と5は。だからそのやつになんか出てくれるみたいな感じで言ってくれたら、出ますみたいな感じで出させていただくことになりました。あ、ござんした、パフィンさん、お久しぶりです。喜ぶよ。 URL 知っとるわ、ママに感謝。本当にそう、そう、ゆるさんね、あの水着のニノの水着の写真がちょっとね、鼻血出そうだった、危なかった。マイキー、マジマイキーね、ちょっとマイキーの良さを語っていい？本当にもうね、マイキー、なんかマイキーっていろんな髪型があるんですよね。まあ一番最初って言ったらあれか、なんて言えばいいのかな、まあ、ちっちゃい頃がその髪型をね、前髪も下ろして、なんかまあいつも金髪じゃない、金髪で、なんかわかんないよ、そのアニメってさ、それがさ、その世の中では普通なのかもしれないから、ちょっとよくわかんないんだけど、でなんか金髪でなんか下ろしてる感じで、まあ、中学生になったらこの、ま、いつもの前髪を上げて、あの下がちょっとくねみたいな、外羽になってるみたいな髪型なんですけど、
でその後もね髪型とかどんどん変わっていくんですよ。黒髪になったりだとか真ん中脇になったりだとかなんかすごいなんか白っぽくなったりだとかなんかそういういろいろあるんですよね。だからもうねそういう過程を見ていくのも素晴らしいし、もうなんかねなんて言えばいいのかな、もう可愛いし、まず本当にもう蹴りって一発で倒すとかもかっこいいし、もう仲間思いだし、本当にもう何なんだろうね、もう尊い尊い、ほんまにアリちゃんのパクリだよなんだそれは面白い。アリナさんも金髪にしようかなそれはちょっとねぶっ飛びすぎかな。もうなんならまあまあまあ言うてカズラで黒髪マイキースキピー、わかるー、スキピすぎる。久しぶり、あさやちゃん久しぶり、嬉しい、私も嬉しい、ありがとう。語るな、そうだってもう未来によって違うよね。そう違うの本当。お子様ランチわかる。そうお子様ランチに旗がないとさ食べれない、食べれないというかさ食べないみたいな、可愛いって思わない？なんかもう可愛い、本当に可愛い。でその後にドラケンがさもうさ刺すっていうのも素晴らしいし、で食べたら寝てしまって、そのドラケンにおんぶさ、おんぶってかなんだっけあれ、おんぶか、おんぶされるのも素晴らしいし、でもその後のなんかその4人とかで集まってなんかあの話し合いのしてる時、パーチンとペーヤンとあのドラケンとマイキーで話してる時はなんかすごいなんか決めてる感じだったし、もう素晴らしいね。マイキーのコスプレしたいんだよね本当に、はあ、マイキーに蹴られたいと、そう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 、マリーナの目がマイキーにそっくり、え、目死んどるってこと？いや嬉しい嬉しい。89、89、東京卍会、え、すごい車、すごい。マイキー実写のマイキー、そうだね結構違ったね。なんか黒髪の時は結構なハマってた感じしたけど、なんか金髪の時はまあでもね小学、まあなんかね年齢とかねいろいろ考えるとね、でもなんか実写のやつは高校生設定らしい。なんかそのキャストさんが結構20歳過ぎとかの人が多かったから、だから高校生設定になったらしいけど、うん、まあでもなんかまあとりあえず今田美桜可愛かったみたいな、そういうそういう感想でした。はい、そう、旗させてあげたいよー、旗させたい、刺したいし、もうマイキーの髪型も朝ちゃんと起きてあのセットしてあげたいし、マイキーの闇の部分をときみちが救おうとしてるけどまだ知らないでしょ。あのマイキーが、あれでもこれあのあれでしょ、マイキーとこうしてして、でまあいろいろあるんでしょ、なんだっけ、フラフマンとかとなんかいろいろとね、ひよってるやついるってところかっこいい。あ、こん中でパーチンのダチやられて迷惑だって思ってるやついる？こん中でパーチンのダチやられてひよってるやついる？いねえよな。メビウスぶっ潰すだ、あ、メビウス潰すだ、あぶ、ぶ、ぶが入った、そう竹道で、あーでもねデック君とはねちょっと違うよね。なんかねデック君はまあ確かにちょっとキャラ的にはそっちっぽいけど、でもねデック君も可愛いんだよね。そうなんかねこうね母性本能をくすぐられるキャラが好きというか、でも滝道も確かに好きなんだよ。でも滝道にはひなちゃんという人がいるからさ、なんか相手がいる人ってあんまり好きになれないんだよね、わかる？なんかあ途中ミスりました89の人ね、ありがとうひろゆきさん。マイキーライバル多いよ、そうなんだけどね。ひよってるって話だ、そうこのアニメで流行ってます。
そう、マッキーにはいないからね。その座をちょっと狙っていきたいと思います。三ツ矢にしとく。いや三ツ矢はね、なんかね、確かにいい人なんだよ、素晴らしくいい人なんだけどなんかね、なんかこうどっちかっていうとなんか可愛いって感じじゃないじゃん。なんかあの頼られる方じゃない。なんかね私が頼るって感じじゃん、どっちかっていうと。だからちょっとなんか違う。マイキーだったらなんかもう頼ってきそうじゃん。もう可愛いってなる。可愛いねってなる。そう、なんかあの犬みたいなね、犬みたいな感じ。犬みたい。皆さんが奪い、いや奪うのはねちょっとね、あの違う違うそう、愛ちゃんに好きな人でそんな、え、そんな、そう、一人で抱いてたところもね、もうね、もう私はもう、はあ、そんな、あ、もうそんな強がりなところも素晴らしいっていうね。いい人ってモテない。いやでもね人気だけどね。なんかでもなんかね、私の感じではない。なんかグッと、まあグッとくる時もあるよ。でもなんか、あ、でもいい人だなみたいな感じ。犬ほんと犬。デク君がおちゃこちゃんと付き合ったらお支援するの？いやもうねちょっとね、もう悲しすぎて多分泣くよ、ほんまにガチで。そんなことあったらもう私泣くよ。たまに出てくるさ、なんかそういう描写さ、本当にちょっとね、私的にはもうなんかもうダメなんだ。そう、ヒロアカでも漫画見れてないんだよね。ハンマが好きな、いや変わり者じゃないと思うよ。ハンマね、なんか私的にはね、ハンマが黒幕なんじゃないかなみたいな。あのハンマがもう一人のタイムトラベラー。カズトラ、え、それわかる。今日メイクバッチリ、そうバッチリです。両思いだよね、そんなこと。そうなんだ、やばい、もう本当にね、あのね、よくないよ本当に。そういうなんかあのね、あのアニメのね、一つのアニメのね話をずっとするっていうのはね、よくないよね。なんかさ、私その説を押すんだよね。だってさなんかさ、私的に思うのがね、私的に思うのが、やばい、今一瞬名前飛んだ。キサキテッタね。キサキテッタがなんかすごい、いろいろさ、こうめっちゃかいくぐってきたわけじゃん。でもそれをなんか人生の一度で、あ、なんかやったんかみたいな、すごいなみたいなシーンがあるんですよね。タケミチが言ったシーンがあるんですけど、なんかでも確かにすごいけど、本当にそれってちゃん、でもそれもしかしたらいつもさ、あの近くに、キサキのさ近くにはさハンマがいたじゃん。でなんかハンマってどっちかというとなんか従う感じだけど、もしかしたらハンマが全部仕組んだんじゃないかなみたいな。それで未来をなんかこうだからこうだよみたいな感じでっていうのをキサキに言って、でそれでなんかこう変えてきたんじゃないかなっていう感じ。そう、鬼滅の話をしてみるっていうのも確かにあり。タイムトラベラーしたいん、どうだろう、したいかな。過去に戻りたいかってことでしょ。でも未来でもいいか、でもそれタイムリープか。どうだろうな、どうだろうな、
なんだろう、どうだろう、過去に戻りたいかでしょ。過去に別に戻らなくてもいいかな。いや別に過去に戻っても結果同じそうだからいいや。って思っちゃうけどね。そう、あとさ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 、そう、トイレにさ、あのひなちゃんがさ、これアニメで放送するしてるから、あのひなちゃんがそのトラックにやられて、そのあっくんのトラックにやられて、やられる前にトイレってハンマと竹道がすれ違うんですよね。でその時に乗ってなかったんかみたいな感じで言うんですよ、ハンマが。でもそれってさ、なんかそう、あ、なんで嫉妬みたいにならん。しかもだからこそ私はね、私はあ、名前が、だからこそあれ、だからこそあれ誰だっけ、だからこそだからこそあれ、だからこそ、立花なんだろう、え、立花、あれ、ひなちゃんの弟って何だったっけ。あ、そう、直人、そう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 、直人、直人、そうやばい、そしたらあれ直人の名前が全然思い浮かばんかった。そう、直人、直人が、直人がドライブしませんかって言ったの、その二人にね。これだ、なんかこんなんが続くんだったらみたいな感じになって、え、ドライブでも行きませんかみたいな。でも車に乗ってるのって、まあ確かに、あと誰かがつけてたらあれだよ、ちょっとあの分かんないけど、って誘ったのもなんかさ、あれって思うし、あとなんかさ、その存在感が、しかもさ、まあ途中で抜けたじゃんっていうのもさ、引っかかるんだよね。途中で、まあなんか確かに用事があったっていうのは分かるけど、でもなんかなって思わない、ちょっと。だから直人はちょっと黒幕だと思う、私のね、私の予想は。そう、そんな感じ。かなと思うよ。いや、わかんないよ。わかんないし、もう全然私なんかもう、そういうさ、あの、いや、本当に私考察とかさ、全然やったことなかったから、わかんないけど。そうなんよね。普通に考えてさ、だって、なんでさ、竹道がさ、惹かれること知っとったんってならん？だって別にさ、竹道はさ、その過去にさ、戻ってさ、俺を助けてとは言ってないんよ。なのにさ、って思わない？でもそれか、もしかしたら、でもなんか知っとったみたいなね。でもなんで知ってるんだろうってならない？まあ、飲み込み早すぎる。まあでもなんかそこはね、どうなんだろうって感じはするけど。車検でした。こんにちは。こんにちは。せいやさん、かわいい。ありがとう。こんにちは、こんにちは。って思っちゃうんだよね。あっくんは？あっくんは違うと思う。あっくんは普通になんか指示されて、え、本当？本当？クラムクじゃないのかな？どうなのかな？いや、意外と深読みよ。大ピンチ、マジ？ 11 点差はきついな。わあ。あっくんの人生変わりすぎだよね。確かに、いろんな人生あるよね。もう私は美容師が一番好きよ。こんにちは、こんにちは。ひな黒幕説。いやー、なんかさ、それもあるよね。でもさ、確かに、確かにわかるんだよ。もう一人の、あのタイムトラベラーが、確かにひなちゃんっていうのも確かにわからなくもないよ。確かにそうなんだけど、
で私はちょっとハンマー説をしたいなっていう。あ、本当だ、何も考えずに言われるけど、いやでもね、だってさ、いいんだよ、それでいいんだよ店長黒幕説はちょっとね、やばい、それはやばいJK に見える、 JK に見えるかな。じゃあね、アンケート取ろうかな。アンケート機能久しぶりだわ。アンケートという投票機能か。じゃあね、一つ目がシタツイン、二つ目がポニーテール、あと三つ目が三つ編み、下の三つ編みって感じで5分だけやりたいと思います。まだ JK いけるよね。違う、 JK なんよまだまだ JK なんよ私。ちょっとアバターね、そうなんだよ、作れるんだよ、うん、別にはない。 ありがとうのんさん、高めツインは またね、また何か知らないことがあればぜひ。全部見たいから一番なんだっけ、ね、一番が下ツインで、二番がポニーテールで、三番が下三つ編みです。です、そうです。で、コマルアバターにしよう、どうしようかな、迷うな。ジャミ、私のね、あれなんですよ、スマホケースの裏にねプリクラたちを入れてるんですけど、うん、仕事する気になれないわ頑張って頑張って仕事して。だいたいさ、だいたい N さんが多いだいたい N さんが多いんだよねどうしよう、そろそろ終わろうかなじゃあ、あと10秒で投票終わりたいと思います。車じゃないといけ、あ、そうなんですか、そっか、え、イベント会場っていうのは どっちだろう、9月4日と5日の方かな。はじめまして、はじめまして、マークさん、はじめましてか、 N さん、もう弾がないああ、やばい、カウントしてなかった、9、8、7、6、5、4、3、210。あ、でで、3番が 21.9、 あ、三つ編みが 21.9、 ポニーテールが 31.5、 下ツインは 46.6% ってことで、下ツインにしたいと思います。なんとなくそうなる未来は見えとった。もしかしてこれは予知？もう終わった。私さ、カウントダウン、あ、ごめん、なんかもうなんか分かんなくなっちゃう
エッグ、あ、エッグレット、うん、ルームフォローしました、ありがとう。まさかトラベラー、そういうこと、そういうこと。でも今日私、なおさん、あ、はぁ、タイムリープしたでしょ。でもさ、あんなにタイムリープのこと言っていいんだって思うよね。まあでも確かに言った方がいいっていうのはあるけど、楽だしね、いろいろと。地冬人気だよね。まあその気持ちもわからんでもない。なんか私の思うひたすいんじゃない、ちょっと待ってよ。あゆみん、確かに、お前過去に、そうだよね。そうなんだよ。浴衣姿、もう今年さ、浴衣姿っていうかさ、浴衣着てなんかすることもないよね。花火大会がないもんだって。ちょっとしたかな。私毛量が多いからさ、なんかあんまりまとまらないんだよね。ワンライン引くの上手くなったかも。ちょっと違う。花火大会行きたかった。花火大会行きたかった。花火大会行きたかった。本当悲しい。マイキー、ジンベエ来てたからマリーナ来たらいいよ。確かに。マイキー夏の間めっちゃずっとジンベエだったからめっちゃ可愛かった。ジンベエ姿のマイキーはもうレアすぎて貴重すぎて、もうね天才だった。私さ、毛量が少ないツインが好きなんだけどさ、毛量少なくない？悲しい。しょうがない。はいって感じで、下ツイン2つインできました。こんな飛んだで実だけメイク、よさげ？ポカリの CM 感が。現役じゃね、現役なんだって。私現役女子高生なの。フォローし直すわって、なんで？むずい。あー無理。コンビニ袋、私コンビニ袋、え、コンビニ袋、元気なんだけど、うん、ついにやっぱりやめなやめろ。女子高生みたいな、女子高生なんですけど、高校3年生で女子高生なんですけど、
喜劇の一軍ですよ。あ、そうね、この前のそうアカウント違うから男の子が羨ましい。いやーもうね、そんなことない。もうね、私がいても別に何も変わらんよ。違うアイドルですか？違います。ランドセル違います。東京の女子高生ですか？いえ、山口県のど田舎ですそう、 JK だよ、 JK やったの。待って、なんかさ、分からん、ネタで JK じゃないっていうことになっとんか、ネタじゃなくてガチで JK じゃないと思っとったんか、ちょっとよく分からん。すごい見ちゃう。JK で何流行ってる？もう私の中でひよってるやついるしかね、流行ってないんですよ今。メガネかけ、メガネない。スカウトされませんでした。なされません。高校卒業したか。ああ、なんでこんなに可愛いの。ありがとうございます。あ、4000人超えとる、ありがとうございます。目が、ま、あ、そっか、確かに制服配信ってそうだよね。ついてる、最高、イエイ。スカウトマン何やってんだよ。いや、もう地元にね、スカウトマンはおらんよ。こんなど田舎にスカウトマンなんかおらんよ元気そうでよかった。コロンさんありがとう。ボートレース当たりますように。17歳。いっぱい食べる君が好き、大きな一口、我慢なんてらしくないよ、いっぱい食べる君が好き、カロリミットファンキル、イエイ。ひまわりちごさん慌ててフォローしました、ありがとう。セーラ服を脱がさないで、エヴァ、ミカニャンところも、もうそんな、私も会いたい。学校私服じゃないね、私服じゃない。最初ハーフかと思ってた。そう、なんかね、ハーフって思ってくださる方よくいる。ハーフではないんだけどね、クォーターでもないんですよ。一回さ、皆さんにさ、私実はハーフじゃないんですけどクォーターなんですよって言ったらさ、みんな騙されたみんな騙された。ファンキル本社とすごお姉ちゃんフォローしてる。あ、本当？あ、ね、夜配信はもう皆さんどっちがいい？あ、ありがとうございます、推薦コメント読みます。カラオケしてって、カラオケしようかな。何のクォーターですか？何だと思いますか？嘘、よくない、本当によくないね。フリーナかわいい、ありがとう。見たい見たい。お、浴衣か。いや、浴衣はね、また別の機会にしよう。でもそれはなんかね、なんか一日で出すのはちょっともったいないもったいない。セーラー服、セーラー服、あ、でもセーラー服一応あるんよね。普通に私中学生の時、こう、あの、違う、中学生の時あのセーラー服だったんですよ。だからセーラー服あるんですよね。天使の顔。あ、カラオケできないんじゃ。できないです、じゃあごめんなさい。じゃあ普通に歌うしかない。クォーターじゃないです。もしかしたらどっかしらにどっかの血が混ざってるかもしれないけどセーラーアイドルみたい。
確かにコスプレ配信してもバンされないよ。確かに。素晴らしき世界に今日も乾杯。ふん、へそ出し。天使と妖精の何それ、めっちゃ嬉しい。コスプレ配信でセーラー服とマリーナとか、もはや海しか見えん。どういうことや。怪物、ちょっとギフトを読みたかった。でもごめん、消えてるギフトもあるんだよね。あー、ふうみさんありがとう、ありがとう、ハートもありがとう、たかくんさんも祭りでありがとう、しんやさんも尊いありがとう、初見さんのふうみさんもありがとう、かわいいかわいいありがとう、せいのさんもかわいいありがとう、よねちゃんさんもかわいいありがとう、よねちゃんさん似合うありがとう、嬉しい。唐揚げでいいよ、どういうことや。トゥトゥルー、確かに、そっか、ディズニーもバンされない。あ、そやすさんフォローしました、ありがとう、嬉しい。24フレットさんかわいい、ありがとうございます。ゴルベさん、こんにちはこんにちは。 B さん、こんにちはこんにちは。わお、鬼滅。いや私でもね、あんまりねリアルタイムで見れない、見れないとか見ないんですよ。普通にもう放送されたやつをそのサイトとかで見ます。ポケモンGO 一緒にやろうよ。みゆみゆ、みゆみゆと食べに行きたいね。たかっちさんハート100個ありがとう。こごまちゃんフォローしました、ありがとう。久しぶりに番みたい、見ないでいいよ。かわいい、ありがとうね。動画配信メインよね、今からってこと。どうだろう、うん、なんかまあうん。まさかと思ったけど、本物のマリーナ、そうです。本物のマリーナです。すぐ、あ、なりすましみたいな。そんな、なりすませるほどのもう人でない。誰もなりすまそうとは思わんよ。安心して。裏道お兄さんとかさ、マジでさ、本当にさ、あんなもネタでしかないでしょ。ほんまに。闇を感じるよね。姉と一緒にねちょっとだけ見た。もう私はねちょっとねなんか耐えれんかったわ。ちょっとねなんかうん深かったわ。宮野さんはダメよほんまに、あれは良くない。あれ宮野さんはねダメなんよ。山口ってレベル高いよね。いやーほんとね、周りが高い。だから嬉しいねって、嬉しい。偽、かっこ偽。マリーナだーって、信引さん、あ、信引さんで、ね、信行さんありがとう。そっくりさんです、そうです、そっくりさんです。感動する。マリーナのなりしましって言ってみようって、なんでよ。メカ大谷マリナどうもこんにちは、モールちゃんさんこんにちは、あずきみくさんおはよう、おはよう、おはよう、おはようかな、おはようさやかりんとマリナ似てるかも。なんかそれさ自撮りした時にねよく言われてた。でも私もちょっと思った、ちょっとだけ。なんか自撮りの時はねなんか直接会うとあんま似てないんだけどね。ねえねえマリ、はいはいはい、かわいいモリちゃんありがとう。進撃の最新回、あ最終回、あまだまだ見てないの最終巻、かわいいの、いやいや
耳、いや全然福耳じゃないよ、なんか薄っぺらい、本当に薄っぺらい悲しいぐらい薄っぺらい。おかえりありがとう。ひさしさん、可愛い子のお友達は可愛い。いやもうね、いやか、まあ、それはね、あのでもあの違う、その分かる、あの他の人とかね、書いたボケだった、あボケやったんか耳が大きくて、いやー耳ちっちゃいよ、ちっちゃいわけではないけど、耳大きい方が小顔に見えるから耳大きくなりたい。誰さやかりんって、そうあのね、あのメンバーの子なの、かなおちゃん、イベント、イベント、イベント、ネイルまだしてないんだね。あのなんかね、そのあれ、ライブがあった、ライブがあったんですよ、時はしてたんですけど、パパッと消しました。そうみかにゃん、意外でしょ、また来るねありがとう。パギョパギョパパパパパパパ、ニンニク入れますかニンニク入れますか、入れます。お久しぶり、お久しぶり、ありがとう。マリナさん小顔でしょ、ね、いや、そう赤いネイル、そうなんだよね、赤いネイル渡したいな、しよっかな、今日しよっかな、迷いますね。私あ明日ワクチン打つんですかな、お、ストレートツイン可愛い、嬉しい、ありがとう。髪がさ、なんかね、意外と下ツインしたらさ、そんな長くないんだなと思った。長い時期めっちゃ長かったからね、自分から、いやフグね、そんな食べてないよ私。カラオケ配信聞きたい、あじゃあまたまたします。山口県、山口県はじゃあ美人が多いということでお願いします1回目シャンプー楽になった、うん、でもそんななんかね、普通に長さ的にはまあ長い方なんでそんな変わんないです。でもあのあれあれよ、一回短くした時あったんですよね、その時はめっちゃなんかすごかった、 楽というか、なんかもうえ髪がないみたいな、髪がないわけじゃないけどそう触覚、あそう触覚、私のトレンドマークです、触覚は。もう何でも歌える、そうフレンズたちは、そういや周りどうだろう、まだかな、ちょっと唐揚げ配信、唐揚げ配信、唐揚げ配信食べたい、唐揚げ早く食べたいってこと、え唐揚げ配信食べたい、唐揚げ配信、なるほどです、メモの乾かすの早かった、早かった、いやもう代表に宣伝、そうなの、ななさん、ななさんにあまり LINE できてないんですよ、ショート、触覚はマリナの全てだねもうここにここに全てが詰まっとる、私触覚切ったら多分死ぬんかもしれない本当に、あわあわあわだまフィーバー、あわわわあわだまフィーバー、タムちゃん、タム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 、タム吉かわいいよね、タム吉の顔好きだよ私、そうタム吉の、ね、顔ほんと好きなんだよね、キチュチュチュンが、拡散も触覚、そうだね、前の前髪とはね変わったかな、前は結構でもグリーンみたいな感じだったけど、もうちょっとストレート気味になった、クワガタ見てマリナもやすなんかちょっと嫌だわ、なんかなんか嫌ないよな、あカラオケのイベントのやつがついてるやつ大丈夫だな、
多分うち。マリーナ見てたらめっちゃピザ食べたくなってきた。なんでなんでピザいいね。私さ、でもなんかさ、ピザさあれなんだよね、玉ねぎがあるとね食べれない。玉吉も少し似てない。本当嬉しいんだけど。ミュージアム、まあ、うん、ちょっとまあ下品でした。身長ねちっちゃいよね。受験、受験です。ありがとう、50カウントありがとうございます。トムさん、クリスマスを嬉しい。懐かしいな、クリスマスの握手会とか。 W さん、こんにちは、こんにちは。いや、前髪命ではあるよ、さすがに。さすがにちょっと前髪がボサボサの状態で人には会えん。わ、ありがとう。アイラインも少し違うね。そうなんだろう、アイラインでもどうなんだろう、変わったかも。姉妹でね、確かに。玉ねぎ嫌いなんですよ私、玉ねぎ食べれなくて。カブトムシ、なんでやねん、なんでカブトムシなんや。いや待って、ピザ屋の配達エリアに含まれてなさ、どんだけそんな田舎を想像しとる。そんなじゃないよ、言うてもそんな、なんかしかもなんか、なんでか私の家だけみたいな、なんでそうなるよ。なんでや、デビルマン。いかにそんな嬉しい、いちご大福。なんでみんなさ、そんな人を見るとなんか食べたくなるんよ。たぬきち、かわいいたぬきち。たぬきちって、たぬきちってもう動物の森やん。どこへ行く、あーでもね、プレゼントをもし送っていただける、そうだな、あのね、イベントがある時にね、とでも行けない時あるもんね。そうだよね、ちょっとね、そこら辺はちょっとまた考えておくね。ごめん、ありがとう。シャリアッピンソースん、日給38対46。おお、え、すごい、めっちゃ追いついとる。米近いし、期生で前髪切らない子いるみたいだから、指導の先生だけ。あ、わかりました。じゃあ前髪の講習開くんで、皆さんぜひ来てください。みんなぜひ前髪の作り方講座開くんで。ありますしね、え、そんなね、田舎いじりされるの私好きじゃないんだけど。だけどこの里プレゼント生きてますか。生きてます、すごく生きてます、ありがとうございます。飾らせていただいてます。松の屋アバター。1時間くらい、え、近いの意味分かっとる。赤ずきん、前髪、そう、なんか変らしいよね、前髪なんじゃろ普通、前髪、風に吹くと崩れない。あ、いやなんかね、私ね、前はそうだったんよ、でも今はね、なんか軽くやるのが好き。でもこうペアって固めれば全然いける。ふふふふ、確かにヘアアイロン、確かにね、ヘアアイロン苦手な方もぜひ。スタバも最近、いや、できてない。できてない。山口ね、基本スタバほぼないと思ってほしい。田舎マウント。もうね、なんでそんないじるかね、みんな、ほんまに。シュート数えて、すごい、もうありがとうございます。夜中閉まるコンビ。いや、もう誰も根拠、じゃあ閉めようかみたいな感じではないんよ。山口の人の前髪の言い方は、それが出られたら知らん。わからん。私山口代表じゃない。わからん。
24時間やってますから。前髪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 決まらんよね。前髪決まった、うん、2年前に買った。人歩いてない、人は歩いてない。ケンタッキー食べたことある？いや、なんかさ、あのさ、承認そう、あ、でも私さ、あれなんですよ、あのケンタッキー、お母さんがそのお肉食べれないからほぼ食べてなかったんですけど、なんか一回ね、お兄ちゃんと一緒に映画行った時にケンタッキーを食べて革命が起きて、その後あの自分で行きました、友達と。そう、美味しかった、めっちゃ、え、めっちゃ美味しかった。49分、あー、まあギリやな。いや、でも30分あるんだったらいいな。いいな、ツッコミ。 100km 違うって、違うんだって、フルマラソンじゃないんだって。デコ出し、デコ出しはな、先生、先生、え、6時から22時、あ、まあ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 ね、うまいって、うまい、うまいね、あ、そのうまいか、うまいよね、うまいです。免許、あ、取れる、取れる、取ろうと思うよ、免許。まだ17歳、早生まれだからね。デイリー、まあ、デイリーもあるけど違う。革命起きた私、本当に。男も前髪に気を使うものなの。使う人は使うんじゃないかな。でも最近さ、なんかさ、前髪分けみたいのあるじゃん。確かにいいと思う、いいと思う。でも私ちょっと前髪ありが好きなんだ。そう、ツイスター、あ、ツイスター、そう、お兄ちゃんと行った時にツイスターを食べてめっちゃ革命起きた、美味しかった。私照り焼き頼んだの、めっちゃ美味しかった、食べたくなってきた。でもね、ちょっとぷくってなっちゃう。山口県行って、おお、本当、反復横跳び、インドからありがとう、インドネシアからありがとう。学科、うん、え、すごい、すごい、千穂ちゃん免許取ったんだ。ケンタデビュー、ありがとうございます。やった、嬉しい、超かわいい、嬉しい。アイスチョコチョコモーモーっていう。絶対自分いい。待って、もう無理、イントネーションがもう変になる。でもさ、今さ、絶対なんかさ、アイスチョコも、アイスチョコチョコモーモーみたいな。アイスチョコチョコモーモーかなっていうコーヒーもある。すごい、何それ、すごいな、アイスチョコチョコモーモー、美味しそう。よいしょ、海行きたい、海行ける友達がおるかな。悲しい、悲しい。想像つかんで、想像してください。私さ、なんかさ、こうやってやりたいんだよね。なんか後ろやるときさ、こうバックバックで。でも私さ、なんかさ、でもさ、多分さ、最近の車はさ、前にさ、後ろにカメラついとるじゃん。その時に見た映画ツイスターが、違う違う、そうじゃない。違う違う、そうじゃ、そうじゃない。ちゃんと注文できるわ。注文ぐらいできますけど、バカにしないでください、バカにしないでよ、こそっちのせいよ、ちょっと待って、プレイバック、プレイバック、今の言葉、プレイバック、プレイバック、手土産打った。逆に難しい、あ、そうなんだ。早口言葉、ん、ん、消費支出、あ、消費支出、非消費消費非消費支出、消費支出、非消費支出、どう、こんにちは、すごいボイトなんですよ、これで
後ろ、後ろか、後ろねえさあ、自動で車庫入れ、すごい、何それ。マリナの誕生日、女の子が女子からプレゼントじゃない、プレゼント、チョコレートもらえる日。そうそうなんすや。オープンカー乗ってサングラスしてそう、何それかっこいい、めっちゃかっこいいじゃん。自分さ、原付乗ってみたい。原付の免許、単車でもいいけど、単車って高いんでしょ、単車ってお高いんでしょ。マイキーじゃん、確かに。ガールズガール、ガールズガールズ、すごチョコモモ。消費支出、あ、消費、あ、消費支出、消費支出、非消費支出、あ、難しい。と免許取れる。テスト大丈夫ですけど。リオ7万くらい。わー、わー、7万、わー、7万。盗んでくる、盗んでくるな。チョコレート、チョコレート、チョコレート、チョ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 コレート、チョコレート。余ってるバイクあるぞ、マジか。ピーチやばい、チョチョハート、チョイパイ頑張ったんです、だからちょっとハートお願いなんです。よこせチョコレート、チョコレート、チョコレート、ピーチ。何それ、ベスパって何、初めて運転するときうるさそうそれちょっと当たりそう。小学校、え、マジか、一周したら、あたた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 、ズッキュン、バッキュン、やだ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 、ネバネバネバ。そう、姫たんの妹、鈴鹿さん、鈴鹿様。確かに体に被害、確かにね、バイクってもう直だもんね。バイク乗って、カサッて乗ってくって、後ろ乗れよ。バイク買ったらどこ行ってみたい？どこだろう？どこに行きたいか？海。海行きたい。え、おしゃれな原付きなんだ。どうじゃん。じいじの時代、え、すごいな。そう、ヘルメット取った瞬間にパッて乗っていくっつって、あ、お腹鳴った。そう、私さ、なんか朝ごはんをさ、朝ごはん食べたんだよね。で、朝ごはん食べたんだけど、なんかそっから寝ちゃって2時間寝ちゃって、でお昼になったのね。全然お腹空いてなくて、あー、いいやと思ってお昼食べてなかったんだよ。だからお腹空いてきた。あー、そうだよね、こんなに話したらお腹も空くよ。あれ、お姉ちゃん来たって。姉来た、姉来た、どこ、どこや、
どうやねん。制服かわいいってイエーイそやま現役やけん、現役やけんね。あ、愛ちゃんのももき、ももめから来ました。あ、横山さんありがとう。もぐもぐピザ注文しちゃった。いいなコラボしないの。え、しようかな、しようよコラボ。姉とはね昨日電話した。なんかリビングでお母さんとお父さんがとおじいちゃんおって、でそこでお母さんと私と姉で電話した。ドミノピザ、ドミノピザ好きよ、美味しい。なんか玉ねぎがほぼ入ってない。煽りレベル。ファミチーも制服で、ハロー、ハロー。だ、今は違い。つみても可愛い。あ、姉貴。姉貴。おい姉貴。おい姉貴。勉強教えろよ。ドミノピザって倒したの？違う違う違う。それは普通のドミノな。玉ねぎが そこ重要だから。本当に玉ねぎ入ってるピザあるでしょ。気づいてないんだ絶対。もうね気づいてないんだよみんな。玉ねぎあるんだから。みんなねちゃんとさ下めくってみ、チーズとかあるところの下めくってみ。おるから。本当に神出鬼没の大泥棒はーって感じ。ツイッター見たけど似てます。本当玉ねぎね無理なんだ。あ嬉しい、ありがとう。玉ねぎも私指が、そうなんだよ、そうなんだよ本当に。姉とそっくりよく言われる。でも似てないと思うんだけどね。そう、みゆみもそこまでっていうのはね知ってるから、知ってるから。みれいちゃんがそっくりすぎる、姫担当。ええー、そうなんだ、見てみたい。みじん切りでも気づく、みじん切り気づく。玉ねぎなしで注文したら確かに。その選択知らんかった。似てますよマジか。喧嘩売ってない売ってない売ってない。隠しマヨネーズいったらあるよね。よくマヨネーズの場合結構隠れてない？結構隠れてる。しかもさ、マヨネーズってチーズかマヨネーズか分からんくない？見た目自分はあんま判断できんのよね。似てる感じある。おお、分かる。淡路島一回行ったことあるんですよ。めっちゃ甘かった玉ねぎ。その時を食べた。姫たん、そう姫たんめっちゃ可愛くてお綺麗で、鼻がオニオンフライ。私さオニオンフライだと違う、イカフライだと思って食べたのがオニオンリングだったことがあって、もう私ねもうねあのちょっとね、あもう口がもうね。もうポカーンってなってた。もうねカメラがここからもうね動かんかったもんみたいな。もう本当になんかバカみたいな、なんかアホ面しよった。めっちゃ、いやそっからね革命大きかった。自転車乗れます。人間でないことは判断できた。やっぱここまで見たらちょっとあれやけど、天使って書かれると嬉しいね。マリーナが人間でないことは判断できたまでだったらちょっとええみたいになるけど、天使がついとったら嬉しいっす。何が嫌だ、なんかねあの独特の生臭さと、なんかシャキシャキ感の、シャキシャキしてるやつはシャキシャキ感も無理だし、なんかちょっと無理なんだよね。なんなんだろうあれ。
ネギもちょっと無理なんだよね。カレーに溶けた玉ねぎはまだ大丈夫。なんかカレーの味がするじゃん。カレーの味がしたら大丈夫。他の味がしたら大丈夫なんだけど、食感もやっぱ無理なんだよね。握手会でくらい嬉しい。それはすごい。チョコって聞いて食べたらチョコミントだ。それはそれはね、チョコミントでもまあまあ食べれるよ。こんにちはこんにちは。天使の輪っかって玉ねぎなんや、ね、マジか。そんなわけないよ、そんなわけない。天使と人間のクォーター、いや、おう、うん、どっちか。でもそれだったらさ、親のどっちかが天使ってこと、天使のハーフってことか。ごめん、鼻がちょっと詰まってて。ハンバーグの細かいやつも、あ、それは大丈夫、それはさすがに大丈夫。頑張れてありがとうございます。みんな玉、玉、玉じゃない、玉これ半分に割って下手のけたら確かにそうじゃけど、そうじゃけど、そうなんじゃけど、種じゃ。しかもハートありがとう。みえさんもありがとう、頑張れ、かわいいって。ふうみさんありがとう。みろさんもありがとう、あの風船。ふうみさんハートありがとう、ありがとうございます。かわいいもありがとう。のむちゃんさんもお祭りでありがとう。ネイビームさんもありがとう、かわいい。のぶちゃんさん、ともやまるさん、祭りでありがとう。ふうみーさん、かわいい、ありがとう。あ、アメアメジストさんだ。タコありがとう。つっくんさんもありがとう、祭りだ、ありがとうございます。発展さんはそうか、天心と。のんちゃん天使よ。のんちゃんかわいい、マジのんちゃんかわいい。のんちゃん、ま、のんちゃんマジのんちゃんかわいくない。玉ねぎ見えない見えない。エンジェルマリーナ、エンジェル、エンジェル、なんだっけ、あのドーナツ。ミスド、ミスドもない、近くに。しんどい。のんちゃん背伸びたのコメントで。ピアス開けない予定。そうだね、学校がダメなの。はじめまして、ありがとう。みおんさんありがとうございます。スクショ。のんちゃんと結婚したいと思ってた時期が私にもありました。いや、じゃあ私ものんちゃんと結婚する。私ものんちゃんを嫁にする。もうね、ごめんみんな、ごめん、ちょっと謝っとくわ。ごめん、のんちゃん、のんちゃんとさ何回かさ一緒の部屋になったけんさ、私さのんちゃんの寝顔見てるんだよね。ごめんねごめんね、ごめんね。カイドンさん、祭りでありがとう。ごめんね。猫丸またでか、顔かわいい、チョギー。ツアーをいいね、ありますけど、ボタンでしまって、なんかカチカチってなる。アリーナは寝顔、のんちゃんに見出したよ、わからん。アリちゃんとのんちゃん、どっちと暮らすの。わー、どうする。じゃあ週一で買えますあ、じゃあ週一で買え、今週はのんちゃん、今週はアリちゃんやばい、ただのやばいやつ。今更だけどショールームで始めまして、いや、ありがとう、ふみさん、ありがとうございます、ありがとう。でこまりおぶた、いいね。のんちゃんとマリーナを真ん中に、真ん中、ん、真ん中を、え、ダメです、チャラい、将来美人さんで、わかる、絶対美人さんになる、ほんまに。のんちゃんマジかわいい、ほんまにかわいい、のんちゃんマジかわいい、ほんまに。また会いたいわとか、会いたいな早く独り言のように。のんちゃんガチでかわいい、ほんまに。もうね、素材がねピカイチない、ほんまに。
かなちゃん泣いちゃう。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。私のんちゃんでもありちゃんでもない、かなちゃんと結婚します。トゥード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 ゥー。そらはちゃんはね、私がね、そらちゃんは私を養ってくれたらいい。そらちゃんは、あの、私はなんか嫁じゃない、そらはちゃんは嫁じゃない、なんかあの、私はそらはちゃんだったらもうあの育ててほしい、私を養ってほしい、そらはちゃんに。うち足がおはようって。ありちゃんは私きしめたくなる可愛さ。ああ、確かに。ありちゃんは食べてるのを笑顔で見ときたい。のんちゃんはもうね、なんか外で真っ白な服着て、下にあの下に表彰式、表彰式式か、空かつ、空かつ、空かつ、そらはちゃんの紐になる。そらはちゃんの紐になる。みんな許して。ココアはなんか、ココアなんだろうね、ココアは大人になってたまに一緒にご飯行く人。たまに一緒にご飯食べたい、なんかで、お互いなんかどんなことがあったとかいろいろ話したい。アミちゃんに、あ、アミはね、アミは絶対にね、あのあれ事件、もうあの絶対ね、私よりね全然もうあの生活感がないけんや。生活能力皆無やけんやだ。そうなんよ、アリちゃんは自由にさせて監視するのが面白い、で、あ、何しようみたいな感じで思うのが面白い。喉乾いてない、ちょっと乾いた、なくなった。みゆみゆは、みゆみゆは、え、みゆみゆは、みゆみゆ意外と世話好きなんですよ。だから、たまにご飯に行って、あの、おごってほしい。やばい、私やばいことになりそう。落ち込んだ時やったら絶対元気もらえます。確かに。48分早いね、もう3時間も経ったんですか、経つんですか。でも6000人いくよ、もうちょっとで。嬉しい、ありがとう。秘密基地見つかったかしらね。生活感ないよ。おきちゃん、おきちゃんはもうめっちゃ可愛がってほしい。私あの可愛がれるの好きなので、普通に可愛がってほしい。毎日もうあの心からもう気持ちを込めて、もうなんかもう可愛いってずっと言って、あ、2時間か、あ、2時間か、13、うん、13、13、14、15、2時間でした、ごめんなさい、2時間でした、2時間でした。2時間もあっという間だけどね。アリーナの夢は紐だったか、違うし、紐じゃないし、紐じゃないし。時間を早くする、時差がある、時差が。スタジオで焼肉行けたんだっけ。あのね、あのね、一応ね焼肉にね行った時あったんよ。でもさ、その時あの私ね鼻炎なんですよ。鼻炎わかる、アレルギー性鼻炎って言って、めっちゃ鼻がね、鼻に結構詰まりやすい人で、でもなんか年に1回めっちゃ頭が痛くなって、めっちゃもうなやばい時があるんですよ。頭痛があって、もう吐き気がしてみたいな、めっちゃもうちょっとやばいみたいな時があって、もうそれが年に1回でそこに当たっちゃったんですよ。だからもう私もうなんかもうもう途中で帰っちゃって、もうねピエンだった、マジで。お肉1枚しか食べれてなかったもん。ピエンじゃない、もうピエンなんだけど私、うん、そう、わかる、
なんかさ、本当にさ、あれなんだよ、花洗い行った方がいいんだけどさ、もう行こう、ちゃんと。もうね、ほんまにもうあれめっちゃ辛いけん、ほんまに。もうね、なんかね、もう地獄よ、ほんと。もう、もう私死ぬかもしれないみたいな。もうめっちゃ吐き気するし、もうなんか、うわ気持ち悪いみたいな。もう立っとくのも精一杯だし、なんか冷や汗みたいなのかいてくるし、もうね、あるんよ、ほんとそういう時。年に1回ね、年に1回あるんよ。多分また腰としもあるんじゃろうかな。やだな。耳鼻科怖いよね。耳鼻科好き。私病院好きなんですよ。なんか歯医者も好きだし、鼻大事にする。この子に美味しいお肉をね、美味しいお肉を恵んでください。食べたくね。花粉症の方は、花粉は杉とヒノキです。でも年中無休だからちょっとよくわかんない。持って帰ると思う。じゃ持って帰る。うわ。お肉は？医者が好きなの？なんかね、何なんだろう。なんかわかる？なんかちょっとさ、ワクワクせん？なんか歯医者とかさ、うわ、なんかああみたいな。歯医者なんなんだろうな、あの感じ。なんかよくわかんないけどね。なんかちょっと楽しい。わかる？なんか、この気持ち。焼肉食べたい。焼肉食べたい。でも今は、スイカが食べたい。カーテン。カーテンの中、そよ風と花の香りと、シークレイ。はじめまして。マリさん、マリさんだって。はじめまして。肉指もある。なにそれ。そうよ、女の子ならいつだって資格になる場所くらい、こんな時のために覚悟してる、確保してる。男子禁制。何それ？高級アイスプレゼントイベントなんかあるの？何それ？厳しいな。コスミ、卒業するんだ。あんまりね、なんか情報がまだ入ってないんだよね、最近。肉もらえる？合わせて肉肉お肉肉。うわ、祭りだ、ありがとう。ネイビーマさん、かわいい、ありがとう。たかくんさん、ありがとう。祭り、せいのさん、かわいい、ありがとう。ヨネちゃんさんもハートありがとう。お魚ひろしさん、かわいい、ありがとう。モベさんも花束ありがとう。ハートもありがとう。ふうみーさんも尊い、ありがとう。モベさんありがとう。ハートも、せいのさん、ハートありがとう。ありがとうございます。3号機に書いて、何それ？この想いを消してしまうには、まだ人生長いでしょう。やり残してることやり直してみたたんたたたん 見たいから帰る場所もないの。夢の続き、
追いかけていったはずなのに、曲がりくねった細い道人につまずく。あの頃みたいに手戻りたいわけじゃないの、なくしてきた空を探してる。犠牲になったような悲しい顔はやめてよ。罪の最後は涙じゃないよ。ずっと苦しく背負ってくんだ。出口見えない感情迷路に誰を待っているの。ランキング読みますね。ランキング16位から読みたいと思います。16位馬走るさん、15位舞星さん、14位フェルナンドさん、13位タカくんさん、12位ヨネちゃんさん、11位パグラドさん、10位松田さん、9位せいのさん、8位アメジストさん、7位 D3 さん、6位シンさん、5位スタジオ推しのフクちゃんさん、4位シンヤさん、3位フーミさん、2位カマちゃんさん、1位 TO さんです。ありがとうございます。累計の方も読んどく？どうする？ありがとう皆様、本当にありがとうございます。バイタネもありがとう。もう感激感激、ありがとうございます。告知のやつさ、下に置いてきちゃったんですけど、あのイベントがですね、山口県で行われる9月の4日5日に、今西ゆうたくんっていうすごく女の子みたいでも可愛らしいアイドルの方がいるんですけど、その方の生誕祭に参加させていただくことができました。イベント、あ、OK、分かった、ちょっと読むね。そう、読むことにじゃないわ、出させていただくことになりました。その場所がですね、小野田サンパークの、小野田サンパークになります。はい、なんですけど、このイベントのチケットとかはなんか URL があるんですけど、まだ多分来てないので、言われたらというか、そのできた際に会いたいと思う、言いたいと思います。でそして9月の26日に、片添ヶ浜でイベントがあるので、それにも参加させていただきます。ぜひ皆さん、ちょっと山口県で遠くって方もいると思うんですけど、お願いします。あ、そっか、チケット販売はそう8月の5日の20時からになってます。そう、これはどうやってイベントランキング読むんだろう。あ、なんかありがとう、いっぱいくれてて、ルームフォローしました、ザンさん、ありがとう。そう、累計でいいのかな、累計16位から読ませていただきます。16位カラッチさん、15位葵さん、14位シンさん、13位よっちゃんさん、12位かまちゃんさん、11位ザッキーさん、10位シュウさん、9位パグラダさん、8位アメジストさん、7位松田さん、6位まーちゃんさん、5位 D3 さん、4位もべさん、3位土の子さん、2位 TO さん、1位みゆまりさんです。ありがとうございます。その他にもありがとうございます。そう、その他にもあれです、いっぱいコメントだったり50カウントだったり種だったり、他にもね、多分いっぱいギフトをくださった方もいると思うんですけど、読めなかった方本当に申し訳ないです。本当にもしなんかコメントとか全然読むので、ぜひぜひしてくださると嬉しいです。皆さんありがとうございます。そう、フォローとかね、もう6380人の方が本当に見てくださって、本当にありがたいです。配信した回というか、すごく楽しい、毎回ちょっと早口になるのよくない、よく早口になるんですけど、こんな自由な感じ、そう自由な感じでするので、またぜひ来てくださると嬉しいです。最終しといた、ありがとうございます。バイチャラポということで、また次は19時から22時の配信になるので、皆さん来てくださると嬉しいです。皆さんありがとうございました。1400人超えたで、ありがとうございます。ルームフォローしたよ、カイドンさん、ありがとうございます。スティーユーノさん、じゃあ皆さん、おや、あ、いや、あ、ごめん、牧野さん終わっちゃうのもごめんね。
ということ、次19時からやけん見てください。見れる方ぜひ、あの22時まで配信するので、その時ぜひ来てくださいね皆さん。じゃあありがとうございました。バイバイ、 See you。 じゃんけんぽい、今日はぽでした。バイバイ。ひたつい配信でした、制服配信でした。バイバイ。ご飯食べてくる。